エタンブトールは、結核の治療に処方される、成菌性の抗抗酸菌薬の一つである。商品名エブトール。エタンブトールは一般にイソニアジド、ピラジナミド、リファンピシンのような他の結核治療薬と併用される。否定型抗酸菌複合体やマイコバクテリウム、カンサシー感染症の治療にも有効である。体内の亜鉛とキレートを形成するので、 アエン欠乏症により、神経系の副作用が引き起こされるほか、肝障害やアレルギー反応等の副作用が起こり得る。視覚障害のため、米国の第二危険度分類は C であるが、合衆の分類では A である。日本では、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与、すべきとされている。また授乳婦については、米国では、 適切と認められる場合はッとされているが、日本では服用中は、授乳を避けさせることとされている。不必須薬品モデルリストに収載されている。海外では、その他のマイコバクテリウムマイコバクテリウムし、感染症の治療にも使われる。視覚障害が発生、増悪する恐れがあるので、下記の患者には原則近期となっている。発見が遅れ。 障害が高度になると、非可逆的になることがある。添付文書の重大な副作用の項には、視力障害、重篤な肝障害、ショック、アナフィラキシー、間質性肺炎、抗酸球性肺炎、中毒性表皮へ死有解症、皮膚粘膜癌症候群、抗皮症、血小板減少が記載されている。併用が推奨されるリファンピシンは、 視覚障害と肝障害を増強しうるほか、イソニアジドは肝障害の原因となりうるので、十分な注意が求められる。そのほか、末梢神経炎、関節痛、抗尿酸欠症、垂直性眼神等が発生しうるとされる。エタンブトールは DB バシライの細胞壁合成を阻害して、精菌的に作用する。細胞壁の中には、 アラビノガラクタン中の D アラビノオースの5位の水産期にミコール酸が結合したアラビノガラクタンペプチドグリカンミコール酸複合体が存在しているがエタンブトールはアラビノシルテニーコースを阻害してアラビノガラクタンの生成を妨げマグパ複合体の生成を阻止し細胞壁の透過性を更新させる消化管からの吸収は良好で 全身の組織に分布する。血中濃度が最大になるまでの時間は2.8プラスマイナス0.6時間で、半減期は2から3時間前後である。48時間で尿中に60から67%、分中に12から19%が排泄される。動物実験では胎児への有害作用が証明されていて、 適切で対象のある妊婦への研究が存在しない多くの妊婦と妊娠可能年齢の女性が服用しているが、先天気系の発症率の上昇や関節、直接の胎児に対する有害作用が確認されていない。ありがとうございます。